2011年リノエアレース墜落事故は2011年9月16日に発生した航空事故である。レースに参加していたノースアメリカン P-51 マスタングが観客席に墜落しパイロットを含む11人が死亡、69人が負傷した。事故機はザ・ギャロッピング・ゴーストと名付けられており、ジェームズ・ケージワードが操縦していた。この事故は アメリカ国内のエアレースで発生した航空事故としては4番目に死亡者数が多いものとなった。事故直前に撮影されたギャロッピングゴーストジミー・リワードが操縦するギャロッピングゴーストは3番目でパイロン8を通過していた。しかし突然機体は急上昇をはじめ上空で反転至急降下した。機体は時速350ノットで ボックス席付近の地面に激突したいはした。パイロットのリワードを含む7人が現場で死亡し、4人が搬送先の病院で死亡した。事故により、週末にも開催予定だったリノエアレースは中止された。翌日、国家運輸安全委員会が調査を開始し、墜落前に機体から尾翼の一部が脱落していた可能性について検討した。 墜落直前に撮影された写真によると、機体は反転しており、左側の昇降打からトリムタブがなくなっていたことが分かった。回収された昇降打のトリムタブ NTSB は、事故機の改造履歴を調べた。ギャロッピングゴーストは、主翼と水平尾翼を切り詰めるなどの改造により、機体重量が軽くなっており、効力が弱まりより速い速度で飛行できるようになっていた。 しかしその反面、機体の安定性が損なわれていた。リワードは、事故当日に460ノット近い速度で飛行しており、以前の最高速度より35ノットほど速かった。2012年8月に公表された報告書では、左昇降打のトリムタブに使用されていた使い捨てのナットが緩んでいたことが原因と推測された。そのため、取り付けネジに疲労亀裂が生じ、 トリムタブがバタついた。このバタつきにより、トリムタブの接続アセンブリが破損し機体のコントロールが失われた。また、改造後に飛行テストを行っていなかったことも事故の要因になったとされた。トリムタブが脱落した際に、機体には 17G が生じたため、リワードは一瞬のうちに気絶したと考えられた。1970年9月18日、リノエアレースに参加していた、 P-51 がエンジントラブルを起こした。事故機は、レース用に改造されたプロペラが、着陸時に滑走路の表面を削った。それにより、機体が滑り、滑走路を逸脱した。1998年、ディノエアレースに参加していた P-51 がレース中に、左のトリムタブが脱落した。機体は急上昇したため、十字近回 G フォースが生じ。 パイロットは気絶した。パイロットが意識を取り戻しとき、機体は9000フィート近く上昇しており、その後機体は着陸に成功した。この機体は後にブードゥーと改名され、2011年のレースに参加しており、事故時にギャロッピングゴーストの付近を飛行していた。1999年、ディノエアレースのアンリミテッドクラスに参加していた。 P-51 がレース中に、ラダーフラッターに陥り、空中分解した。ありがとうございます。